こんにちは、ひろちゃんです。今日は平成29年3月3日ですね、ひな祭りです。もしかしたらね、今日誕生日の方がいると思うんですけど、そういう方がいたらお誕生日おめでとうございます。はい、なんかね、すごい嬉しそうでしょ。それもそうなんです。だって僕にとって3月3日っていうのはすごい特別な日なんです。平成23年3月3日、まあ333って並ぶ時だったんですけど、今から6年前ですよね。今から6年前の3月3日に、実はね、うちの会社を設立してるんです。なので今日は会社の設立記念日なんです。おめでとう！ありがとう！ありがとう！喜んでるのは僕だけかもしれないんですけど、まあ僕だけですよね、喜んでるの。はい、すごく嬉しいです。やっぱりね、この日を迎えられるとやったーっていう感じ。あ、ちょっと意味のわからないって思ってる方が絶対多いと思うので、軽く説明させてもらうと、チャンネル名がザ・ UKI コーポレーションってなってると思うんですけど、これ実はうちの会社の名前なんです。はい、日本語表記だと株式会社ユーキっていうのがうちの会社の名前です。はい、こんなんですけど、実は会社の代表取締役を6年間やらせてもらってます。一企業の実は代表取締役です。一応社長やらせてもらってます。のほほんとはやってるっちゃやってるけど、やっぱり努力しないと会社って存続できないんですよね。まあ自分の努力もあり、まあこれは当たり前です。当たり前、自分でね、努力するっていうのは自分の会社なんだから努力するのは当たり前なんだけど、もありやっぱりね、今見てくれてるリスナーの方々がいるっていうのもやっぱり大事なことだし、ね、うちに来てくださってるお客さんとかがてくれて、やっぱりそれでお仕事をうちに頼んでくれるお客さんがいて、でやっぱり一人じゃ何もできないから、そのできないことをね、やっぱりお願いしないとダメなので、このお願いを聞いてくれる関係企業の方々とかがいて、やっぱり今があると思うので、本当そういう方々には感謝をね、感謝の気持ちを伝えたいなって思ってます。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。なんか改まると恥ずかしいな、恥ずかしい。で、今年は実はね、ちょっとね、初めてね、設立記念日っていうことで、まあお祝いしてるんですけど、まあこれね、一人でお祝いしてるんだけど、近所にね、すごく美味しいケーキ屋さんがあって、そのケーキ屋さんにお願いしてケーキを作ってもらったんですよ。見る？いや、見せたいんだけど。じゃーん！見てこれ！これ見て、すごいでしょ？いちごのね、タルトです。いちごのタルトを作ってもらいました。ほら、6周年アニバーサリーザ・ UKI コーポレーションってね、書いてもらって、しかも昼間やってる、まあ昼間とちょっと夜が違う仕事なんですけど、昼間は車屋さんやらせてもらってるんですけど、昼間やってる車屋さんの方で、うちのお客さんがポルシェに乗ってるお客さんがやっぱり多いんですね。まあ、ポルシェの部品もうちで出してるっちゃ出してるんですけど、見てみて、これクッキーがね、ポルシェの形してるんですよ。すごいですね。こうしてくださいってお願いしたわけじゃないんだけど、これ作ってくれたんです。もう嬉しいよね。ごめんね、すごく一人で喜んでて。はい、それでね、さっきね、昼と夜がちょっと仕事が違うって言ったんで、何、怪しい仕事って思うかもしれないんですけど、いや、怪しくないです。結構固い仕事してますよ。 YouTube って上げた時点で YouTuber なの？それとも YouTube をで生計を立てて初めて YouTuber なんですかね。ちょっとこの辺のくくりはわからないんですけど、本業は
僕そのうん全然違うことやってます。全然違うことっていうか、まあ動画でアップしてるような内容のことですよね。昼間はね、車を整備したりとかチューニングしたりとか、まあ、車検に車持ってったりとか、そういう、まあ、普通の車屋さんのお仕事をしてます。で、夜来るんですよね、お仕事が来るときは夜来るんですけど、ここが実はメインです。車を作る側です。新しい車を作る側のお仕事をさせてもらってます。まあメカニカルな部分なので表に出るようなものではないんですけど、まあ、この歯車がこう動いたらこっちの歯車はこうやって動いてこれが動くよとか、まあ、そういったような内容のメカニカルな部分の設計をやらせてもらってます。そう、全般的に言ったら、まあ、車だけじゃないんだけど全般的に言ったら要は車屋さんですよね。だからトヨタとか日産とかホンダとかがやってるようなことですね。会社で設計部門があるわけじゃないですか。で車を売ってる販売部門があって、まあ、ディーラーとかでね修理とかしてくれるでしょ。この部門がギュッてなった超縮小版みたいなね。はい、そんな実は企業が株式会社ユキっていう企業です。はい。で、あともう一個よく聞かれることがあるんですけど、あの会社の名前って自分の名前なんですかって聞かれるんですよ。こんにちは、ひろちゃんですって言ってるじゃないですか。僕の名前本名は、ちょっと恥ずかしいですけどひろたかって言うんです。だからひろちゃんなんですね。昔からずっとあのいろんな人からひろちゃんって呼ばれてるんで、だからそのままひろちゃんですっていうふうに言ってるんですけど、じゃあどこにも勇気ってないじゃんみたいな、あ名字もね違うんで、そうです、途中までね藤岡弘みたいな感じなんですよね。でちょっと点じゃなくてここは違うみたいなどこにも勇気って入ってないんですけど、後ろ見てもらえれば分かるかもしれないですけど、僕すごくディズニーが好きなんです。まあキャストやるぐらいですからね、多分相当だと思いますよ。まあ二十歳の時にキャストやらせてもらってたんですけど、んちゃらしいで、はい。ディズニーも好きだし、まあ、こういうキャラクターもすごい好きだし、ウォルト・ディズニーのこの残した名言集っていうのがあるんですけど、その中にね、夢は叶う、ただそれを追いかける勇気があれば、そうなんです、ここから取ってるんです、この勇気から取ってるんです。だから何事も勇気を持って、取り組んだりチャレンジすればそのね夢は叶うんだっていう言葉なんですけど、じゃあうちの会社もその何事にも勇気を持ってチャレンジしよう、こっちが関係することでね、そのお客さんなりいろんな方がね勇気を持てるんだったらいいなって、そういういろんな気持ちを含めてその会社名を勇気っていう風にさせてもらったんです。はい、実はね、そういうちょっとね深い意味があって会社名作ってるんですね。あ、まあどうでもいい、まあ僕にとってはねどうでもいいことではないんだけど、まあ他の人からしてみたらね、へーっていうね、へーっていう内容かもしれないですけど、実はねものすごく僕って恥ずかしがり屋なんですよ。まあ、恥ずかしがり屋なくせしてキャストをやり、人前でねこういろんなスピードを喋るわけですよ。でね、あのディズニースマイルするわけです。こんにちはとか言って恥ずかしい。あとはね、今こうやって動画を顔出しじゃないですか、しかも顔出しでね動画を出してるとかってね、正直ねもう恥ずかしがり屋のくせしてよくやってるよねとは思うんですけど、まあ結構でも楽しいですよ、動画作ってこうやってアップするの、うん、はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、今回の動画ものすごい自己満動画になっちゃったんですけど、まあ6周年迎えて嬉しいなっていう、本当それだけですよすいませんね、まあいつも自己満動画かもしれないんですけど、これからもねいろいろといろんな動画をアップしていきたいと思うので、
今年もね、いろんなことにチャレンジしていきたいと思ってます。なので、これからもよろしくお願いします。ではでは、ひろちゃんでした。また次の動画も見てねー。